ラグビーカナダ代表はカナダラグビー協会によるナショナルチームである。愛称はメイプルリーフスである。ワールドカップには来たアメリカでは唯一全大会に出場している。第1回の1987年大会に招待された16カ国のうちの一つであり、初戦のトンガ戦で W ハツ勝利を挙げたがアイルランドとウェールズに敗れた。1991年大会は フィジーとルーマニアを破り、予選プールを突破してベスト8の成績を残した。1995年大会、1999年大会、2003年大会は、予選プールで、各一勝を挙げたが、突破はできなかった。2007年大会では、日本と同じプール B に入り、日本とは引き分けた。2011年大会でも、日本と同じプール A に入り、引き分けた。 2019年大会の出場権は2018年11月に世界最終予選でドイツ、香港、ケニアに勝利して獲得した。本大会では初戦からイタリア、ニュージーランド、南アフリカに3連敗しプール戦での敗退が決定した。最終のナミビア戦は10月13日にカマイ州住居復興スタジアムを行われる予定であったが 例は元年東日本台風の影響により中止となり引き分け扱いとなった。カナダ代表チームは、釜石の町に残り泥除去清掃などのボランティア活動を行った。ありがとうございます。